カンボジア王国軍はカンボジアの国軍である。1953年設立。所属機関にカンボジア陸軍、カンボジア海軍、カンボジア空軍、カンボジア警察隊などがある。1953年11月9日にロイヤルカンボジアン・アームド・フォーセスの名でクメール人により結成した。この軍隊の活動により警察権、軍事権を回復し、 フランス領インドシナからの完全独立を1953年に果たす。1970年3月17日に勃発したロンノルクーデターの際、クメール国民軍に改名された。1975年4月17日にクメール共和国政権が陥落後、クメールルージュで編成された軍隊が取り入れられた。その後、1993年5月に立憲君主制が カンボジアで採択され、新生、カンボジア王国が誕生し、6月23日にカンボジア王国軍として再編成された。憲法規定上、最高司令官は、ノロドムシハモニカンボジア国王である。国防省は、最高司令部の実務機関かつ、軍の最高行政機関であり、カンボジア最大の都市プノンペンに本部を置いている。国防部の下には、 参謀本部が設置され、全軍の指揮、広報、技術保障を担当している。国防省直属単位としては、新聞局、通信局、対外連絡局、軍事裁判所、軍事検察庁が存在する。カンボジア王国軍は、正規軍、地方部隊、民兵から蘇生され、陸軍、海軍、空軍の三軍種に分かれる。 制度としての徴兵制は存在するものの2011年時点で完全実施されておらず実質的には志願兵役制となっている。服務年齢は18から30歳、服務期間は18ヶ月、民兵は毎年3から6ヶ月間正規軍に服役する。ありがとうございます。